和歌山県の情報をお伝えする紀の国21今日は知事と語る先週に続いて令和4年度の新政策と東州産の案について新坂知事にお聞きしますではご覧ください 続きましては、はい、この飛躍を支える基盤づりでございますがです、ね、最初にで、まあ、何といってもね、はい、今皆さんご関心なのはコロナでしょコロナは新しいことをやるというよりも和歌山一番褒められているようなことなので、はいはい、それを強化していくと今はオミクロンが強すぎてなかなか理想的な形で全部できないんですけど、えー、それでも頑張り続けないといけない、はい、頑張らなかったらもっと無限に広がる。 和歌山県は、まあ、今ちょっと本当に苦戦ですけど、えー、あの頑張っているおかげで、えー、他県に比べるとちょっと少ないんですよね。そ,ねそれを頑張っているとちょっと勢いが落ちてきたらもっと頑張れるので、はい、ワクチンも含めて、はい、頑張っていかないといけないととといいうことだと思いますそしてその地域の医療体制なんですけども、はい、こちらも大事ですよねそうですね。 あのこれはあのコロナと必ずしも関係なくてもやっとかなきゃいけないことだったんでこれもずいぶん力を得てやってきましたで特に救急これはあの崩壊していない数少ない県なんですよねでこれはきちんとしておかないといけないそれからそのためには医療人材がきちんとなきゃいけないでしょ。 随分前から県立医,大の地域医療枠とか、えー、あるいは県民医療枠とか、はい、地域医療枠はあの、えー、県立医大だけじゃないんですけど、えー、あのそういうことをですねまあ随分一生懸命やってきました、えー、でうまくいってたんですけどもあのこれを、まあ、ちょっと国なんかで、えー、和歌山お医者さん多すぎんじゃないかとかなんかいう議論があるんでんそれをうまく交わしながら守っていかないといけない。うん でしかしやっぱり問題はあるんでお医者さんの数はまあまあいけるんだけど、はい、あの不足の診療科ってあるんですよ<ー>これが一番あの端的に出てきたのが産婦人科です、ね、特に文面のできる産科でこれはほっとけないということで、はい、県外からの医師派遣、えー、を交渉して、はい、それで、まあ、お金も使わせてもらいましたけど新宮、えーはい、あ,あるいは有田 そういうところ、もう一回立ち上がらすんですよね。えー、それから、あの、やっぱり体制をちょっと作っておかないかんので。うんえー、今、ちょっと弱いので、県立医大に寄附講座を作って。はい、それで、えー、まあ、研究もしてもらいながら、はい、あの、お医者さんに来ていただいといて。はい、それで、不足って言ったら、そこへ派遣するという体制を作っとかないといけない。はい、それから、より長い目で見たら、はい、やっぱり。 参加あるいは分娩をする参加医が、えー、和歌山で陽性数がちょっと足りないと、うん、いうことなんであの県立以来の入学枠ですね、はい、そういうところをそういう足りないところに特別に優遇するような形で作っておこうと、うん、そしたら8年かかるんですけどね一、ね、人前になるまでに、はいはい、8年の先はねかなり楽になってくる。はい いうふうになっていくんで、今からもう手をたかないといけないとことですね。はい。さあそれから県内企業も大きなイメージを受けていますが、支援する取り組みとしては、あのえっと中小企業が特にやっぱり大変なんですよ。はい、それで事業継続というのは大事なんで、はい、えこれはあの融資もそうなんですが、あの支援金ももちろん出させていただきます。はい、でよくあの時短をお願いをした飲食店については、はい。 お金が出出るののに他とところ出ないという、ねえー、あの議論があるんですがちゃんと県議会にそれは上程をしていて、うん、それであの支援金をそそちらにも出すそれはその業種を問わずね、はい、本当に売り上げが減って困っているようなところには出すと。はい、で特にあの協力金をもらっている、うん、あの飲食店についてはねちょっと他の人にむしろ回してあげてくださいというふうに<ー>ましようというふうに思っています。はい それからあの新しくね、はい、あのデジタル化をしたり、はいえー、そういうところにあの新しいこう境地を開いていかないといけないでしょ中小企業も。はい、でコロナだから新しくものをやっていく特にデジタル化なんかをやっていく時にはですねちゃんとあの補助金を、まあ、国と相談をしながらあの差し上げますよと、まあ、こういうことですよね。<laughs> それから働いてもらう人たちというのも大切なんですけど雇用対策はいかがでしょうか、はい、雇用対策はね、はい、あの和歌山で働きませんかというキャンペーンをどんどんやっていて、はい、でそれはあの若い大学生、はい、それから若い高校生、はいえー、それぞれ卒業の時に和歌山なんか働いてもしょうがないもんねなんていう話じゃないですよ、えー、という話をもうずっとやってきて結構ね、ね、はい、和歌山への就職率って上がってきてるんですよ、はい、じわじわと。うん でえー、だけどそれについてもあの今コロナで大変でしょ、はい、だからウェブを使ってそれができるようにしようねというのが一、はい、つですよね。なるほど。でもう一つはね新卒じゃなくて、えー、あの UI ターンあるいは旧卒、はいえー、和歌山出身あの出身なくても<ー>、えー、都会で働いたけどこっちでやりたいねというような人に対して。うんはい えー、うまくマッチングしたりインターンをしていただいたりするというようなことをね、えー、あの我々は工夫して、えー、ここで来ていただくということをどんどんやっていきたいと思いますね。ね さあそれから安全安心で暮らしやすい地域づくりについてなんですけれども、はいはい、やはりあの子どもを含めて家庭での不安というのは、はいうね、大きいと思いますがあのまずあの少子化対策子ども対策、はいはい、先ほどの産婦人科の話が大変大きいんですけど、はいはい、それだけじゃなくて子どもの貧困とかありますよね。ねはい、で子どもの貧困でご飯食べられないっていう子なんかはね,ねほっといたら絶対いけないんですがやっぱり 親が貧しいので学力があんまり伸びないという人もいるし大学行けないという人もいる、うんはい、そういうのはちゃんとしなきゃいけないっちゅうんで和歌山流の奨学金なんかも持ってるんですけどもそれに加えてえ子のの居場所っていうのはまあ,あるんですよ、はい、あの学校の放課後とかあの公民館とかね。はいうん、そういういところで え特にあの無料の学習指導なんかをね、はいうん、あの子供たちにやってあげて塾を行けない子だって、はい、あの学校に送れないようにするというようなことをやっていきたいと思いますね、はい。それからまああのえー先ほど言いましたあの奨学金なんかも子供さんたくさんいてあるいはあちょっと辛いじゃないかなんでね、はい、そういう時にもちゃんと配慮するようにするとかあるいは離婚されて、はい それで、えー、母子家庭になって、はい、お父元のお父さんがちゃんと、うん、あの、えー、養育費を払ってくれない、あ<ー>それはちょっとけしからんですよね。うん、でそういうのはあの本人に任せないで、うん、あの権も出て行って、はい、あの戦ってあげるというようなことを一つの新政策にしました。はい 安全安心といえば、やはり自然災害。そうですね。ええー、やっぱりなんといっても地震津波怖いんですよ。はい、で、そのたくさんの政策ですけれども、はい、やっぱり一番ね、和歌山の深刻なのはですよ。はい、あの、えー、避難困難地域なんです。あ<ー>これは南海トラフが近すぎるので、はい、ええー、どーんと地震が来た時に、あの、逃げようと思っても逃げられない。はい。いうことがあるんですよね。はい 2つ問題があって1つはあの家が潰れると困るというんで耐震強化なんてのはこれ日本一の,あの政策なんですけどこれみんな受けてくださいねというのはこっちは大事、はい、ででもう1つはやっぱり地域を避難困難困地域でなくくしていくとでこれは堤防などを強化するとともに時間稼ぎをしてそれで田を建てたり高台移転したりいろんなことをして避難困難地域をなくす。 だくと、ね、だとけどまだ完成してない、はい、それから津波が起こって家屋敷はちょっと破壊されるかもしれないけどその後より立派な街にするように、はい、津波災害復興計画を作っとこうと、ねえー、いうことを今進めているところです。はい さあそして3つ目ですね、はい、飛躍を支える人と地域を作るというところなんですけれどもやはり、いはいはい、教育分野やっぱり教教育育ですよね、はい、で教育もたくさんあるんですよメニューはたくさんあるんですが、はいえー、今年あの追加するこれメニューなんですけど、はい、和歌山県学力テストをやってたんですけど、えー、やっぱり、えー、先生方の働き方改革もあるしあ<ー>それから問題をいくつも作っていくというのはちょっと難しいというところもあるし。うん それから、えー、この辺のノウハウのあるような、はい、教育企業なんかもあるんですよ、えー、だからそういうところのテストも借りてきて、えー、でそのテストを見ると AI によってどこがこの子は欠けてるかということが診断されるんですね、はい、でその診断に応じて先生方にそこであの個別指導をしてもらおうかというような方式にちょっと変えようか<ー>もう一つはやっぱり先生の、はい、あの 能力を上げていいいいかないといけなとけ、はい、ので中学校の教員はあの1回やりましたけど、はい、もう1回全員研修といいうのをこれからやっていきます,そ,すそれから教育の中でなんかとてもこう興味深い取り組みがあるというふうに伺っているんですがはい、はい、私はですね、はい、教育で、まあ、政策的にやらなきゃいけないことっていうのはあのよくできる人をチヤホヤするよりも、はい、まああの、うん 悪い言葉で言うと落ちこぼれかけている子どもを何とか支えてあげると、うんうん、学校からの授業からねつ、はいできなくなった子を支えてあげる方が大事だと私は思ってる、うん、だけどやっぱりそのよくできる子もいるから、はい、その子にも刺激を与えてあげたいなと思うことを2つ考えた一、はい、つはね串本にロケット発射場ができるわけですから。えー えー、串本小座高校もう全国募集にしてあるんですけど、はい、その中に宇宙探求コースを新設していくという,、うん、いうことをですねこれだんだんとステップアップしてそうしていくんですけど、えー、これちょっと楽しみなんですよね、えー、それからさらにね、はい、あのものすごくよくできる子どもに、はい、オールイングリッシュの、えー、ライブ授業をスタンフォード大学があのやってくれる、えー、それを受けることができますよ。はい ただし、あの選抜試験ありますよ、これは。ああ、そうですよね。ちょっとね、ええ、よくできる子もまあ頑張れというふうに、はいえー、ちょっとつけました。ああ<ー>、はい、そうですか。とても楽しみな取り組みですね。はい、さあ、それから昨年和歌山県で行われました、はい、木の国和歌山文化祭2021。はいはいはい その中で文化の素晴らしさを県民みんなが感じたところが本当に感じたと思いますよね。でこれはね今文化活動結構盛んになってるんですよ。でいいことだと思いますね。でそのやっぱり中心は博物館なんですよね文化の。長景でもですねこの下の方なんですけどキーフドキの丘と自然博物館を新しくするぞとちょっと今ボロボロなんでね。 でするぞということになっていて、はい、それでしばらく財政つらいんで置いてたんですけど、えーはい、まあそんなこと言ってたら本当に朝廷違反になるので、うんはい、まあそろそろ手をつけるぞというのが一つあります。うん、キーフドキのが一今あるところの,横の方に用地ともうのす、はい、これは増設になるんですけどね、はい、それから自然博物館については、えー、海南市の安泊公園に移転をすると。 ととといいいううことでここでれから設計をしていくということになりますそれからもっと面白いのはね、はい、現在の博物館の中身、はいはい、これは時々あの展示をしますからなかなかいいんですけど、はい、その中の文化遺産をデータベース化して、はい、デジタル化してね、はいえー、それでいつでも見れるようにする家から見ら見れるこれを今これから一生懸命やっていくということですね。 楽しみですね、はい、それからですね、えー、魅力的なまちづくりには景観も大変重要ですよね。大事なんです、はい、それでねこれはね日本国中ね、はい、ちょっとそういう動きになってきたんです。はい、で和歌山県はちょっと空き家なんかが多かったところなんで、はいえー、覚えておられるかもしれませんが景観市場除去条例というのを作ったんですよね。はい 全国に先駆けでで作ったんですよでその後ね国は空き家法を作ってね、はい、フォローしてきたんですね、うんはい、でさらにねそれだけじゃあかんなというんで所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法というのを作ってくれそうになっていて今国会で審議中なんですね。でそれができるとですねあの県や市町村がかなりその空き家とか、はい、所有者不明土地とかそういうところに介入できるようになってくる。はい それをやみくもにあってもしょうがないので,、はいええ、で県としてはま、ね、ちづくり推進ワーキンググループを振興局に作って、はい、それで市町村にです、ね、重点的にどの地域をやるか、はい、ということを投げかけて、ええ、それで市町村の方でここをやろうねっていうふうになったら、はい、下の方にいろんな手段があるので、ええ、その手段を通じて、まあ、国の補助金なんかもありますが、はい、えそれでどんどんやっていこうじゃないか、はい、ということなんです。 そのために振興局の、その市町村との連絡。あるいは地域づくりのための情報収集や、話し合い。はい、そういうことのできるように、地域化っていうのを作りましてね。はい。で、あの、頑張ってもらうというふうに、今考えているところです。うん、なるほど。さあ、そして、道路ネットワーク、ずいぶんできてまいりましたが。はい、はい、だいぶね。はい。はい。これからの計画。はい。かがでしょうか。でも、まだまだなんですよ。はい、そうなんですね。 あの私はね万博までね、はいはい、和歌山県の高速道路全部作ってくれと言ってるんですけどあ、はい、まあちょっと時間も迫ってきたなという感じはありますでもどんどん進んでいる、はい、紀伊半島一周高速道路だけじゃなくて、はい、幹線道路もあのだいぶ完成に近づいてますよね、はい、それから都市の道路そういうところもあるしそれから将来のねあの和歌山環状北道路と、はいえー、いうような話 でこれは第二和2半囲とそれから京奈和をつなぐ道路なんですね、はい、が一部そこに入っている、えー、それから京奈は関空連絡道路<ー>もうじき計画ができるかなというところまで来てるんですねそれから災害に備えた道路もきちんとしておかないといけませんね。はいうん さまざまな取り組みについて伺ってまいりました。はい、さあそれでは令和4年度当初予算について教えてください。はいはいはい、あの当初予算はですね、はい、金額的には昨年よりもあのちょっと少ないというぐらいなんですけど、はい、まあほぼ同じですかね。はいえー、それでも例えばですね、えー、ここにあるようにコロナ対策予算にかなりのお金を計上したり、はい、先ほど言いましたようなお重点にね、はい、いっぱいお金を使って。 それでもまあなんとか工夫してですね、うん、貯金の取り崩しゼロぐらいで今年はあの全部まとめました、うんはい、財政がぐちゃぐちゃになってるわけじゃございませんよということをまあ皆さんに申し上げたいなというふうに思っています。たただだ <laughs> 次の話なんでですすけど、はい、ですねただですねこれから、えー、やっぱり私ががあるいは検討局 あの財政でめちゃくちゃになって後世の人が困るということがあってはいけませんよね、えー、だからずっとねそれでこういう仕組みでここまでっていうことにしようね、はい、ということでやってきたんでん、はい、それはね今これからやらなきゃいけない仕事なんです、はい、実は。はい、で、えー、バックグラウンドを言いますと今までなんとかやってきたんですけど。はい あの思い出していただきますと私が就任した時って財政は2年半でパンクそれでそれを必死になって業格でやろうと思ってもそんなにお金は出ない時の民主党政権はいくらでも出ると言ってましたけどあれは嘘だったっていうのが後で分かりましたね。 えー9カットしてるんです <あー S 1> 数をね,ねだから今そのカットされた分まで仕事してるから <うん S 1> とっても忙しいんですよ <は S 1> 県庁の人は。で,一人一人であのそれで何とかいけたかなと思ったんですが <はい S 1> もう一つやったことがあって <はい S 1> やっぱり債務の繰り延べをしたんですよね。<えー S 1> で繰り延べをしたからしばらくの間はそれで何とかなったんだけど <はい S 1> 繰り延べをしてる分だけこれからも昔の昔の を返していいいいかななとけでらに新しい検査を返していかないといけないこれからそういうことを考えるとまああんまりいい楽にはいかんな<ー>で、だけど一生懸命考えてですね、はい、まあ少しは貯金を取り崩してもいいんだけど、ええ、5年間ぐらいで、まあ、150億円ぐらいはこう残るような感じでということは、ええ 今から考えるるとととと億円ちょっとぐららいいしかすり減せせまんんねねうことになるんで,す、ね、そ,ですそれから、はい、あの定員はこれ以上カットしないように努力したいんだけど、うん、まあ,あのきちんと定員管理はしていかないといけないねとかですね、はい、それからあの財産管理なんかはあの、えー、公共施設があの重荷にならないように、はい、長寿命化もしながらなんとかしのいでいかないといけませんよねというようなことを あのこの経営プランの中に書いていますなるほどということで長期にわたっても大丈夫というお話を聞いて大変安心です大丈夫にするということですねなるほどあんまり安心はできないんですあ<ー>はいわかりました、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました木の国21後半は引きこもり支援について紹介しますまずは取り組みの概要について 障害福祉課伊豆津課長に聞きました引きこもりはさまざまな要因で就学や就労などの社会的参加を回避し原則6か月以上自宅から出ることができない状態か自宅から出ることはできるものの他人との交流ができない状態です。 県内には、推計八千人の引きこもりの方がおられます。そのうち約一割の方は自宅から出ることはできず、残りの約九割の方は自宅から出ることはできるものの、他人との交流ができない状態です。この状態は、ご本人やご家族にとって非常に辛い状態と思いますが、どこに相談してよいのか。 悩んでいいるる方もおられると思いますそのため県では趣味の用事の時だけ外出する方や近所のコンビニなどに出かけるような方を一人でも多く相談につなげるためインターネット動画を作成しましたしたかしながら目的やどういった方を対象としたのかという説明が 不十分であったため様々なご意見をいただきましたので現在は配信を停止していますそこで今回改めてこの番組で引きこもり支援について周知させていただくこととしました引きこもり支援の流れはまずはご本人ご家族ご近所関係者の方から 引きこもり地域支援センターや保健所といった相談機関へ連絡していただくことが最も重要です相談機関では担当の相談員がご家族などから生活状況をお伺いし保健所の職員が自宅を訪問するなどの支援を行っています 次に、ご本人の希望に合わせて、安心して人との交流ができる居場所の支援が各地域で行われています。居場所の中には、就学や就労準備の支援を行っているところもあります。そして、最終的に就学や就労などの社会参加につながっていければと思います。いずれにしましても、相談を躊躇されることなく、 まず、連絡をお願いします。では、相談機関についてご紹介しましょう。こちらは、和歌山市手びらの和歌山ビッグアイ2階にある引きこもり地域支援センターです。センターでは、引きこもり状態にある本人やその家族、地域の支援関係者からの相談を、精神保健福祉士、公認心理士、保健師が受け付けています。 その保健師の加藤さんにお話を聞きました具体的な取り組みとしてまず一次相談窓口としての役割があります引きこもり専用相談電話一歩ラインにて主に不安や悩みを抱えるご本人やご家族からの相談に対応させていただいています相談内容を丁寧にお聞きする中でご本人が外に出られない背景には何があるのか必要な支援は何かなどを探っていきそれぞれの 方に適したご案内をさせていただきます訪問支援が必要なケースについては当センターのサテライト的役割の検立保健所に引き継がせていただき継続支援をお願いしています引きこもるご本人やご家族のみで抱え込まず相談機関に相談していただくことが第一歩につながります迷われる場合は匿名でも構いませんので引きこもり一歩ラインにお電話くださいまた。 お近くに引きこもりで悩まれる方がおられたら当センターをはじめ管轄の保健所お住まいの市町村の引きこもり相談窓口をご案内いただきたいと思いますこちらは美浜町の NPO 法人ビダリブレです40年以上にわたって引きこもりの研究を続けている精神科医で和歌山大学名誉教授の宮西さんが理事長を務め引きこもり相談や 安心して次のステップにつなげる居場所を提供しています。引きこもり回復支援プログラム。それに乗っ取ってやってます。それは四段階からなるんですけど。まず家から出てきてもらわないと。ここでスタートできない。だから家で家族にやってもらえること。最初はほとんどがご家族。 お母さんが中心なの8割9割その出てくる準備を家でもできることあるんです次にあの専門家によるあの診断とかあの分析我々精神科医は背景にある悩み事がどういう問題からよりから来ているのかっていうのは判断しますそれがないと失敗してしまいます障害があるのにあそれを見落としてしまうというと不幸な例も多いです 10年間未治療であるそれは我々の対応じゃなくて医療側にの協力を得てあの対応してもらいますで3番目が一番大事なんですけど居場所ですねというのはピアーサポーター引きこもり経験者が彼らの今までの経験を語ったり悩みを話し合ったりそれで居場所で安心して家からちょっと距離を置いてでそこであの居場所で 1>, 1年2年を目標にするんですけどあの時間が経ってきて余裕が出てくるともうちょっと自分でこういうことをやりたいな勉強もしたい仕事にもついたいということが出てくるんですねその時をいかにつかんでその時までに彼らの心理特性とか性格特性を把握しておいてどういう方向に進めたらいいのかというのは我々が持っています専門的なものはねで、その方向 に後押しをしてあげるあの今就労支援地元の方々ありがたいんですけど非常にものすごく協力してくれる方が多くてだしたんでゆっくりと入っていける無理をしなくて入っていけるということが分かってますはいまずその人と関われるとか人とつながれるっていうのがまず1点目だと思いますやっぱり引きこもってるとあの他者との接触っていうのが本当限られてしまうので。 それが家族だったりとか、まあ、本当に限定的な人本当数人とかになってしまったりとかするのでやっぱりこうやっていろんな人とあの話をできたりとかやっぱり話をできるっていうことはその手続きのことを教えてくれるだとかやっぱりそうやって人のつながりがあるのでその英語をやっぱりここで実感しているっていうのがありますね。 やっぱ引きこもっているとあの利用できるサービスとかっていうのも全然わからないので自分も最初そういううちの一人だったのであのやっぱりまずは、えっと、病院心、まあ、療内科さんに行くだとか、まあ、あとはそういう引きこもりの何かその、まあ、ここでもそうだと思うんですけどいろんな多分利用できる場所があるのでそこにあの声をかけて行ってみるっていうのが第一歩になるかなと思います。 日の国21、来週は和歌山空き家バンクの概要や移住者による空き家の活用事例を紹介するほか献血の重要性や必要性についてお伝えします。ででは、は今週はこれで失礼します。